She's sweet. こんばんは、国村純です。こんな時間でもやってるんですよ、このバー。カウンターのいつもの席に座れば、何も言わなくてもいつもの酒が出てくる。それから近くで飲んでいる誰かと誰かの話に耳を傾けるんです。そう、盗み聞き。さて、この野郎は。ああ、いや、ありがとうございます。いや、だから僕は大月さんに小説の書き方をもう一回聞きに来なきゃと思ってね。いや、俺逆なんだよね。小説の書き方っていうのを、はい、もう55なんだけど、40歳ぐらいからもう書いてないの。あ、やめちゃったの。筋肉少女隊が復活して、はい、結構忙しくなった、バタバタで一旦やめたら、はい、もう長距離マラソンみたいな感じで、はい、書けなくなった。書けなくなったなんてえばってるわけじゃないけど、書き方が分かんなくなった。書き方が分かんなくなった。分からない。僕43から書き始めたんですよ、うん、書き方わからないまま今やってて。あれさ、起承転結とか考える？おじさん、僕ね、最初書いた時にね、うん、編集の人にね、うん、主語2つありますよって言われたんですよ。あ、そのレベルです僕。あ、うん、それ何人称で書くかも分かんない。分かんない。これどうしたらいいんだろうとか、うん、これどう、あれ描写ってどういう話だっけみたいな。いや、俺あの描写はめんどくさい。なんか変な形のものをさ、はい、これ書くの、なんでこんな説明しなきゃいけないんだとか思うよね。うん。なんかすごい、うん、すごい簡単なものになってたりしますよね。うん。すごいシンプルなデザインのもの。うん、だからやっぱりセリフが一番。なんか面白そうじゃないですか。あ、そうか、うん。外じゃ言えないような話していますよ。脚本みたいになるしな。ね、勝手に聞いていいのかって。でも、この間もちろん構いません。ぐらいにこの店もともと存在していないことになっているんですから。1920年代の禁酒法時代の潜り酒場のようなものです。じゃあおかわりもらおうかな。東京スピークイージー、今夜のお客様は大月健二さんと萌柄さんです。番組の感想はハッシュタグスピークイージーでツイートしてください。赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動。誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。赤い羽共同募金。東京 FM 公演ビルボードクラシックスフェスティバル2021、稲垣潤一、大黒摩季、小柳ゆき、鈴原優子 from 和楽器バンド、中島美嘉、新妻聖子、メイジェイの出演で9月29日文化村オーチャードホール。チケット好評発売中。お問い合わせは共同東京 0570-550-799。 スマホアプリオーディ、人気声優、芸人、アーティストからネットクリエイターまで幅広いパーソナリティによる配信限定番組をいつでもどこでも無料で聞けます。アプリストアでオーディと検索。オーディ、伊藤蘭コンサートツアー2021、ビサイドユー&ファンファンキャンディーズ。東京 FM 主催で10月28日木曜日、29日金曜日、中野サンプラザ。そして衝撃の解散宣言から44年、9月26日日曜日、日比谷野外音楽堂追加公演決定。お問い合わせは 050-5533-0888 ディスクガレージまで。ブラックジャックのようなどんな病気も治す医者がいたとしても、進歩した医療の力をもってしても、ドナーがいなければ治せない患者さんがいます。年間およそ2000人以上が骨髄バンクで今もドナーを探しています。天才だけでは救えない。だからあなたが必要です。ドナー登録は18歳から54歳まで、献血ルームや保健所で受け付けています。
あなたのドナー登録が患者さんの命を救う日本骨髄バンク。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。東京スピーキーズ、今夜のお客様は大月健二さんと萌柄さんです。いや、萌柄さん久しぶりです。お久しぶりです。これこの時だけはちょっと マスク外して大丈夫なのかな。うんうん、大丈夫ですね。なんか萌柄さんとはこういう時ぐらいしか会わないから、なんかあのこの場で会うか、うん、あとメールでたまに。そう、俺あんまりね、まあ、コロナ禍になって特にだけど、あんまりこう、うん、飯食いに行きましょうよっていうのをやらない人なので。はい、はい、僕もですよ。ええ、だからあのお互い飯食いに行きましょうよじゃない、うん、大月さんこのカバーの曲良かったですとか、ああこれ最近練習してないなとか、そういうなんかあの初々しいメールのやり取りしてますよね。いや俺最近思ったのがさ、はい、あの、はい、今度は映画化されたじゃない。あ、僕たちあの、はい、はい、うんうん、で、あの試写来てくださいっていう、あの、そうそう、試写の写メが送られてきたんだけど、はいはい、あれは、はい、あの何、試写場の写真が送られ、うん、萌柄さんが送られてきたんだけど、はい、あれは別にあれを受付で見せれば入れてもらえるわけじゃないんでしょ。いや、 もらえますよ。え、もらえるの。そうですよ。あ、そうなの。そうですよ。紙じゃなくていいの今。大月さん、令和です。いや、だからなんで写メだけ送ってくるのかな。なんか自慢かよみたいな。いや、どう、いや、だからいや、試写場は自分で探り当てろみたいな。いやいや、あの、いや、大月さんに来てほしい。ゴールデン街に置いてあるみたいな。来てほしい。田中小美正的なことかと思う。そうじゃないです。田中小美正さんのね、ところ行きたいですよね、レモンサワーのね。うん、で、うん、そうじゃなくて。そうじゃなくて。それ、あれで、あの、そのまま入れるんですよ。あ、そうなの。それだから、僕、大月さんに、だから日にちなんかあったら行ってね、みたいな感じで、言ったら大月さんがもうピタッと来なくなったから、やっぱり、まさかスターは違うなと。そんなことありえるの今。そうです。あ、そうなの。そうなんですよ。え、本当に恥ずかしい思いをしない、その京橋なんとかまで行ってこうやって、スマホ出して、はい、はって言われない。いや、言われないし、あともうそれね、出さなくても多分入れます、大月さん。いや、そんなことないよ。大丈夫。いや、そんなことない。試写場って結構あれは怖いんで、プレッシャーあるんだから。あの、ちょっと遅れたら入れないとかありますよね。もうあるし、うん、あの逆になんかちょっと出てすぐ宣伝部の人がコメントって来る場合もあるんだ。はい、あれ、はい、あるある。結構ね、じゃあなんで試写場送ったって話なんだけど、ちょっとおしゃれめの映画が来て、それ試写見に行って、はい、で帰ろうとしたら、はい、宣伝部の人が一人追いかけて、大月さん、はい、ってコメントをって言いかけたら、違う、うん、その宣伝部の違う人がガシッてその人を押さえて、うん、はい、いや、大月健二には聞かないでいいっていう目をして引き剥がしたことがあって、じゃあなんで俺に送ったって思ったこと。ちょっとショック。そういうこともないよね。それないですよ。あ、もう聞きたいですよ。この間ね、うん、ベネディクト・カンバーバッチが出た、はい、クーリエっていう、あの、米ソの冷戦の時代のスパイ映画のコメントを求められたの。はい、うん、求められまくりですね。それですごい真面目な映画だったの。はい、でももうなんかこれ真面目な映画だからちょっとふざけた方がよくいいんじゃないかと思って、カンバーバッチがガンバッチって書いてあるね。いや、大月さんだから許されるけど、僕だったら本当に吊るし上げられますけどね。いや、それがカンバーバッチがガンバッチって出したの。どうかなと思ったら、本当に出したんですか。出した。そしたらメールが返ってきて、はい、この度ありがとうございます。しかしながらこの映画真面目な映画ですのでって言って、ガンバッチ玉砕しちゃった。まだ怒られてんですか。怒られて。まあ、まだ怒られる。まだ怒られる要素を作るところが、やっぱり隙を作るっていうのは人をね、愛されポイントです。やっぱり頑張っちダメだよね。頑張って、多分ジャンプ放送局でも落ちると思います。ジャンプ放送局。ジャンプ放送局ね。この間さあ、少年ジャンプって俺読んだことほとんどなくて、はいはい、ワンピースって読んだことなくてね。あ、僕もないですよ。あ、ない。一話もない。え、じゃあないもので、なんで配給っていうの。はい、俺もないんですよ。でもあれ、そういうの言いづらいじゃないですか、うん、なんかみんなすごい好きだから。筋肉マンは。筋肉マンありますよ。筋肉マンだって僕ゆで卵先生に会ったりしてるから。ああな、筋肉マンないの。筋肉マンはね、最初のヒーローものだった頃は読んでたの。はあ、ああ、
でしょ、一番最初の、一番最初の。ドカベンの柔道時代みたいな。はい、はい、はい、はい。ていうか、ギャグ漫画だし、最初。その頃は読んでたんだけど、はい、なんだっけ、ラーメンマンとか、ああいうのが出てきて、キャラ化していった頃はもう読んでない。あ、ちょっと違うなと思った。だからね、うん、うん、あのね、ガンダムも外れてんの。え、ガンダムも、うん。見てない。見てない。エヴァ。エヴァは見てる。幽遊白書。見てない。僕もね、見てない。幽遊白書見てないんですよ。ドラゴンボールは。ドラゴンボールね、うん、俺本当これずっと言わなかったんですけど、うん、レッドリボン軍ぐらいまでしか見てない。いや俺知らない、そのレッドリボン軍知らない。知らないよ、知らないよ。何それ、恥ずかしいことなの、レッドリボン軍知らないのって。あのこの間俺ブルマっていうのを初めて知ったんだ。第1回目を見てさ、その方が恥ずかしいと思うよ。え本当、うん、あ、亀仙人って知ってます？亀仙人なんとなくぼんやりと。亀仙人ぼんやり、ぼんやり、すごいな。だってドクタースランプの時代だもん、あられちゃんとか。いや僕もそうですけど、うん、あ、じゃあスラムダンクどうですか？全然知らない。僕も自信を持って言う。僕もスラムダンクだから、うん、スラムダンク知ってるふりずっとしてます僕。辛いね、知ってるふりね、うん、俺たまにガンダムは知ってるふりする。あ、なんか話の流れでこれ知っとかないといけないなっていう。僕だからね、本当のこと言うとね、うん、フリーザのことよく知らないんですよ。フリーザって知らないでしょ。俺も知らない。でもフリーザって言うじゃないですか、みんな。あ、やばい、俺ドラゴンボールの関係の歌歌ってる、やばい。あ、まあじゃあ全部嘘ですよ。全部嘘、フィクション。全部嘘、全部嘘。だって そりゃそうです。今酒場にいるんだもん。そうだそうだ、今のは嘘、うん、ちょっと酩酊してたんだ。酩酊してた。それであの映画化されるじゃないですか。はいはいはい、はい、自分の小説が映画化されるってどんな感じ？それ大月さんもあるじゃないですか。ある。うん、なんか実感まだ分かんない。大変、自分の映画化される時って。ああ、本当にこんなに映画ってヤバいもんはないと思う。ヤバいっていうのはどうヤバいですか？あのね、あ、僕今すごい辛労ですけど、最初にね、映画化されてる話があったのがリンダリンダラバーソウルっていうのだったんだけれども、はい、リンダは13回脚本が書き直されて、はい、俺何もしてないよ、うん、映画プロデューサーの方で書き直されて、はい、13回目に脚本家が変わったの。え、うん、変わったの。そしたらそれが僕ちょっと知ってる人だったの、はい、そしたらその人と会った瞬間、なんかその人もなんか揉めてたらしくて、大月さん、そもそもなんで自分の小説を映画化することを OK したんですかって怒られて。で、また怒られたんですか？そこでも。また怒られて。怒られて、で、しばらくしてその話はなくなった。うん、あ、そうか、なくなってるね。確かリンダリンダラバーソウル、なってない、なってない。でもその前にグミチョコレートパインが映画化される話があって、はい、ある有名な映画監督さん、同世代で若くて話が来たんだよね、うん、で、一緒に渋谷でお話しましょうって言って、打ち合わせ。でもなんか若い映画監督だし、同世代だから映画の話で盛り上がれるなと思って、はい、俺飲み会の感じで行っちゃったのね、はい、うん、なんか映画仲間に会うみたいな。でもあっちは仕事っていう感じだったから当然なんだけど、なんかちぐはぐになって、はい、初稿で終わっちゃったかな。でもまだ家にあるよ、その初稿は。リンダリンダラバーソウル映画にしてほしい。もうキャスティングも決まってたんだよね。こういうの言えないんですけどね。言えないけれど、言えないけど、そこまで決まってて。決まってた。会いましたか？何か、そのキャスの人たちとか。キャストの人たちには会ってないですね。あ、でもじゃあこれで OK も出ているんで、うん、あとはGOですよぐらいの。うん、でも映画化はすごくてさ、新興宗教思い出教という、はい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 、ある日ね、まだファックスの時代、はい、で、ある有名な俳優さんが、うん、なんかそれを映画化したいっている昔の友達がいるっていう話をしてた、はい、その人から聞きつけたらしくて、ファックスがカタカタカタって来たんだけど、はい、なんか呪い文字みたいな字で、はあ、うん、もう自分は、はあ、何十年前に、はい、映画を一本だけ撮ったと、はい、でそれ巡回映画っつって、ほら、あの公民館とかだけで公開される映画ね、はい、うん、なんだけれども、でも自分は自分の魂を見せたくて、はい、ものすごく前衛的な、はあ、破壊衝動にとらわれたような映画を作った、子供向けのものなのに、はい、でその映画は
一晩上映されただけで、うん、もうこんなのダメだと言われて、はあ、私は映画界を追われ、はあ、バイトを続け何十年、そして新興宗教思い出教と出会い、ぜひあなたの小説を映画化したくって言って、十何枚ぐらい来たね。重いですね。でそれっきり、それっきりっていうのは連絡はしなかったですか。うん、連絡、うん、連絡先も書いてなかった。連絡先書いてないの書いてなかったかな。いやでもそれはそれっきりの方がいいかもしれない。うん、じゃあ結構じゃあ頓挫ってあるんですね。いくらでもあるよ。あるある、いくらでもある。あ、もうなんかね、小説とか出すと結構映画の話ってポンと来るの。はいはい、来ます、来ます、来るでしょ。はい、でも本当に怪しいよ。怪しい人たち来るんですよね。また来ますよね。来るよね。誰々と知り合いだっていうプロデューサーみたいな人いません？うん、来ます来ますね。うん、あの人とどうしたとかそんなことばっかり言ってるような、うん、いくらでも来ます。いますよね。でも今回のはちゃんとした感じでした。ちゃんとした感じすごいちゃんとしてますよ。とにかくスマホを持っていけば見れる試写会を、ね、うん、そこはちゃんとしてなさそうになんか言いますけど今そういうシステムなんですよ。あ、そうなんだ。だからあれスマホ持ってきてください。わかりました。はい、来てくださいね。うん、あ、うん、あの、あ、うん、来ないでしょ。いや行くよ行くよ行くよ。いいよ来なくても。で来なかったらなんかどうにかしますよ。俺もう映画館は結構行ってる。バンバン。何自慢ですかそれシャマラン見たっていうのこの間。シャマラン見たよ。見た。あれ見たいんですよ僕。オールドでしょ。面白かった。面白そう。そうだ、映画にツッコミを入れるっていうのがサブカルチャーで、はい、あったじゃない、はい、でもあれはもうさ、あのツッコミどころっていうのが逆に映画の売りどころだっていうのがもう分かってんだよね。シャマランが、シャマランってかもう映画界みんな分かってると思うんだけど、シャマランのオールドはね、はい、ツッコミどころしかなかった、もうそもそも論の映画で。あ、じゃあもうなんていうの、終わった後にみんな語りまくりたいみたいな。うん、そもそもあれじゃないっていう。あ、そういう感じで。でも面白かった。あ、見よう。うん、よかったよかった。ちょっとオールド見ようかなと思ってたんですよね。うん、あ、そうなんだ。見ます見ます。うん、あ、ぜひあの萌倉さんの映画も試写でちょっとあれでしょ、伊藤沙莉ちゃん。そう、伊藤沙莉さんとね、森山未来さん。あれどう、自分の書いた小説がすごいイケメンで映画化される気持ち。いや、だから本当申し訳ないっていうのを前置きしたいですね。枕につけてから見るって感じですよね。ああ、僕お二人ともお会いしてるな。あ、そうですか。うん、森山さんは NHK の番組で。何でですか。あの眠れん駆動館さんのなんか、ああ、あれ、あ、そうなんだ。うん、でやたらいい男がいるなと思ったら、そうシュッとして、うん、今日みたいな感じの。もうかっこいいね。かっこいいんですよ、うん、伊藤沙莉さんね。ああいう、あの、うん、あのまんまのいい子で。伊藤沙莉さんはまだ今みたいにブレイクする前に、はい、あの獣道っていう、はあ、すごい映画があって、はあ、うん、それで僕映画秘宝の対談で見て、へ、うん、いやすごい映画だなと思ったんだけど、伊藤沙莉さんもなんか、まあ、あのなんていうのかな、そんなパーッとした感じっていうか、なんか何言っても墓穴を掘りそうだけど大丈夫ですか。いやだから演技派じゃない。はいはい、うん、だからいやこんな上手い人が、うん、これから世の中出ていくのかなと思ったらパッと売れて。売れました。さすがですよね。うん、うん、で2年前ぐらいに多分オファー出してるんですよ。え、ああそう。そうだから本当に映画って時間かかるんだなって。あれでも決まる時は一瞬だよ。ああ、そうなんですか。ステーシーっていう僕の映画が、はいはいはい、映画化された時に、はい、監督が何本も映画の、うん、全部あの案をプレゼンしたんだけど全部落とされてたんだって、はあ、である時コンビニで大月健二がステーシーってあのホラーものを書いてるっていうのをポッとコンビニで買って、はあ、キオスクかなんかで買って、うん、でこんなのどうですかって言ったら、あ、これ行こうって言ってもすぐ決まったって言って。わかんないもんなんですね。でも映画は本当に不思議でね、一回ね僕の作品が映画化された時に、はい、新宿の駅前東口あたりに看板が立ったのね、うん、その映画の、うん、
それで、あ、帝王さん英語にしては頑張ってるな、頑張ってくれてるなと思ったんだけど、はい、そこに、なんとかちゃん、届かなくても愛してるって書いてあったの。え、うん、で、なんとかちゃんってその映画にも出てこないのね。あ、あ、はい、うん、で、その映画の人に、そう、コピーでみたいな、コピーで、なんとかちゃん届かなくても愛してる、はい、で、その映画の人に、あれ何ですかって聞いたら、うん、あれあれは、はい、自分が、はい、ね、すごいついている女の人への個人的なメッセージだって言われたんだよ、本当に。そんな地方競馬のなんかこう、なんとか賞みたいな感じで。地方の花火の。ああ、ありますよね、なんかそういう、お金払うと名前つけられるみたいな。いや、あれは、本当だよ、これ実話だよ。うん、それ大月さんの映画のコピーにその、うん、愛の告白が届かなくても愛してるって出てたの。それ届かないでしょ、それ届かないよ届かないよ、それ届かないですよって言った方がいいですよ、うん、で映画の宣伝にも届かないから、届かないから全体的に届かないって言った話をした方が良かったんじゃない。そうかもしんないね、そうかもしんないねってでももういや、すごい、ね、巻き込まれ事故ですね。いや、だから映画化は結構いろいろよ。映画の人たちって不思議な人多いからね。おいおい、うん、いや、悪いばかりじゃないよ。いい人、いい人が多いけど、いい人、なんかいろいろね、補填しないと話せないですけど、うん、でもいい人多いですけど、うん、普通に生活してて合わない人多くないですか。ああ、時間軸が全然違うもんね。違う、うん、本当に違う。だって脚本、シナリオライター脚本家さんとか本当に企画が全部ね、コロナ禍で頓挫しちゃってとか多いもんね。何年もやってないとかいう人とか多い、多いし、もうそれこそだからさっきの13回じゃないですけど、うん、また変えた、こうなったとかね、うん、そうそうそう、それ僕テレビとかやってたんで、うん、ないじゃないですか。ああ、もう取って出しみたいな、はいはい、なんか昼間作ったのが夜流れてるみたいな世界にいたんで、うん、はい、2年後とかの話してるみたいな。あ、そうだよね、すごいスパンで働いてる、その間どうしてるんだろうみたいな、うん、いや、わかんないんだけど、昔、うん、まあこれ言ってもいいだろう、ケラさんが、はい、映画学校行ってたんでね。はい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 、今村翔平かな、今村翔平さんの、え、日本映画学校かな、うん、はい、でちょっと行ってた。ははは、え、そうなの。僕ね、日本映画学校ね、願書出そうとしたらね、うん、こことここ足りてませんって言われてね、うん、持って帰ったんですよ。すごいね。そうで持って帰ってね、もう一回出そうとしたらね、期日が終わってたの。え、本当に。はい、それ相当な、相当なやつだね。ダメでしょ、うん、うん、あそこダメ、ああダメか、あそこでじゃあ。いや、で、それで、はい、今村翔平さんがたまに教えに来たんだって、はい、でもそれも来てもカチンコの打ち方っていうのカチンコの打ち方っていうのは90分とかやったりとか、みんなでカンカンって。いや、何十年前に聞いた話だからちょっと分かんないけど、言ってたよ、カチンコの打ち方だけとか、あと黒板に、はい、紐になる方法っていう、紐もう映画では食えないから当時はね、今は分かんないよ、うん、ああもう、うん、今はどうなんでしょうね、うん、もうやめましょうかこの話。あ、そうだねなんかもう結構じゃあ小説ね、僕、俺大月さんのね、はい、連載読んでんですよこれ。あ、本の雑誌のね。本の雑誌、うん、これ好きなんですけど。 ありがとう。でね、読んでてすごい気になるんで、うん、ことが書いてあった、はいはい、小説を書かなくなってから、うん、体調が良くなったって。あ、もう全然本当。それでね、うん、なんかもうこのね、症状が僕一緒なんですよ、うんうん、このまま僕内科に持っていきたいぐらいなんですけど、はい、こう頭痛、不眠、うん、腰痛、胃痛って書いてあって、うんうん、でこうまあ、毛も抜けると、うん、いうの書いてあるじゃないですか。全部本当よ。このまま僕内科に行ったことがありますよ、このまま。いや、本当よ、うん、もうね、
小説を書くなんていうのは、はい、もう万病のもとっていうか、大丈夫かな、この話もやめろかな、でも本当に小説を書くのやめたら全部ピタッと収まって、はい、あとこう髪の毛ももさもさこう濃くなってきたしでもしそういうのでお困りの方は、はい、今すぐ小説を書くことをあの断念してください。僕です大関さん、でもね、エッセイだとそんなことなくないですか、え、エッセイだと僕はそこまで追い込まれないんですけど、小説って、あ、もう、うん、あれ、こう構図家の人たちがいるじゃないですか、まず、はい、もう何か言ってやるぞっていう、うん、とか、うん、あとあのこれはだから本当に大月さんに聞きたかったんですけど、はい、小説ってどうやって書くんだっけって、いや、それ俺聞きたいの逆に、終わってまたフッとなった時に、あれ小説ってどうやって書くんだっけっていつも思うんですよ。いや、あのさ、うん、俺実は去年の今頃小説をまた書こうっていう話があって、あ、はいはい、トライしたの、はい、でもなんかあの書き方が分かんなくて、書き方忘れちゃったなと思って、はい、でその時に、はい、もう告白しますけど、はい、あのもう編集者さんとは話して、うん、いろいろ話した中で、あのこれ僕が言ったんだけど、あの萌え柄さんの本、うん、今結構売れてるじゃないですか、あの感じどうですかね、うん、そんな広告代理店みたいな言ったんだよ、本当に、ああいいんじゃないですか参考にしたんだもん、すごい。 Do you know Tokyo Speak Easy? Tokyo Speak Easy。東京 FM ブランニューソング。茨城で結成された3人組ロックバンド、ザ・クワイエットルーム、8月4日リリースのファーストフルアルバム、花束の代わりにからフローライト。フローライト、君の想像に寄り添う未来は想像に照らさないとね、君がいないとね、今なら視界は鮮明に、鼓動の速さと同等に歩いてくのさ、まだ途中だよ、答えを知ってなお君を呼んでしまうよ、読みかけのストーリー今思い出して、さんのね、うん、全て忘れてしまうからとか、もう結構影響を受けてね、はい、夢に迷ってタクシーを呼んだもそうだけど、いやいや、もう本当にありがたいです、うん、僕は大月さんにずっと影響を受けてものを書いてたんで、そんなことを言っていただけるなんて、もういや、これはただの夏も、はい、読みましたよ、嬉しい、素晴らしかった、あの、うん、なんか、うん、北ウィングが聞きたくてしょうがない感じ、うん、もうこれはただの夏を僕大なんか、ね、自分で書いてて、はい、なんか多分後から考えたら一番好きだったなって。いいね、あの船底選定っていうのかな、船底でさ、はいはい、いいこと出会うなんていうのは本当ファンタジーだよね。ファンタジー、うんうん、これ今男のっていうとまた
良くないのかな。いや、いいんじゃないですか。いいのかな、うん、まあ本当もうああいうところで船底で、うん、うんと一緒にあのお弁当食べられるっていうのは、ね、男のファンタジー、究極のファンタジーですよ、うん、なんか俺はここでお弁当食べるぞっていうなんかね、うん、食べられるよって彼女に言うみたいな感じとか、うん、ああいうとこでなんか本当のこと言えるじゃないですか、うん、なんかすごい親友じゃなくてなんかそういう一期一会みたいな人にすごい本当のこと言えたりとかしません、うん、もうひと夏だけ、はいはい、もう素敵な3人が、はい、っていうような話だよね。そうだと思います。ちょっとなんだろうな、立場はこう年齢とかあれも違うけどなんかちょっとスタンドバイミーじゃないけどなんかいいなぁと思いました。僕大月さんの、ええ、こうずっと今新しい曲っていうのをしたくてね。いやすいません、あのね、うんうん、タイトルがいいなってそれこそ思って、あのね筋肉少女隊が今度、うん、11月3日か君だけが覚えている映画ってまたなんか怪しい、絶対これ怪しいプロデューサーが作ったやつだよね。で1日でオクラになっちゃってさ君しか覚えてないよっていうやつだね。いやでもね、いいですよ。だから俺大月さんアルバムとかも本当いつもタイトルいいから。いやその中でね、はい、楽しいことしかないっていう曲を作って、いいっすね、それでなんかさ、うん、あの新曲ってリリースタイミングとかあるわけよ、はい、うん、でもそんなこと言える立場にねえだろっつってそんなことないですよ。曲かけてもらえるんだからかけようよって言って、はい、聞きたい。あ、じゃあかけさせていただきます。お願いします。嬉しいな。11月3日にリリースします筋肉少女隊君だけが覚えている映画の中から、新曲です。筋肉少女隊楽しいことしかない。しかないよこれから、君が思いついたように笑った、あくび猫抱き上げて曇り空高くかざす。そんなうまくいくか言いかけて、いや待てと僕も気が変わった。雨雲の切れ間から吹きこぼれる朝の日が、今は君を信じてみよう。車出すよ、どこか旅でも行こうぜ。楽しいことしかない、これからは必ずや
はい、今回はポップですね。いやもうこういう時代なので、はい、せめて曲を明るくしようかと。いやでも今回あれだよ、 COVID-19 って曲も入ってんの。お月さん、え、なんか、うん、今を切り取るじゃないですか。いやそれでもほらもういやいやいや俺いいんだけどさ、はい、あの全て忘れてしまうから映画のタイトル言ってなかったでしょ。あ、ごめんごめんごめん。あ、いや、いいんですよ。僕たちはみんな大人になれなかった。なかった、うん、っていうのが、ね、ネットフリックス配信で11月の5日からやります。うん、あれ、劇場でもやるの？劇場で、ね、同時上映。あ、今そうなんだ。そう。多分ね、日本で初なんですよ。劇場は決まったの？ね、劇場はいろいろとちょこちょこ決まって今、やってます。うんうん、あ、本当に。なんで。舞台挨拶とかするのかしら？僕はしないんじゃないですか？いや、しようよ。嫌でしょ。あれ、しました？大月さん。僕何度もしましたよ、舞台挨拶。しました。うん。え、その自分の原作のやつの舞台挨拶？うん、いや、だから普通原作者ってあんまり見ないでしょ、宣伝に借り出されないんだけど、はい、なんか、まあ、大月さんだから。うん、なんかよく、あの、もう、借り出されて、なんかね。まあ、そっか。うん。で、俺も頼まれてもいないのに劇場で歌を歌ったりとかね。頼まれてないのに歌いますかとか言って、その歌はその映画とかとは関係なく、うん、関係なく一曲グミチョコレートパイの時も、はい、で主題歌 は曲は電気グルーヴなんだけど、はい、関係なくケラさんですよね。ケラさんが監督してくれて、はいはい、僕見に行きました。あれ、映画館、あれいい映画でした、ね、いい映画、うん、あれはすごくいい映画だった、うん、大好きです。だから本当にいい映画にしてもらうと嬉しい。それで一曲歌っちゃった。歌っちゃった。あ、下手すれば 2,3 日歌ったなこれ。いやそれがさ、高田渡さん の、 あのフォークシンガーのね、はいはいはい、ドキュメント映画っていうのが以前にあって、はいはい、それ上映した時に上映の後に、はい、いろんなフォークシンガーの人が出てきて毎日のように歌うっていうのやってたの。テアトル新宿だったか かな、うん、それがすごく良くて、あ、うん、それをやってみなかった。それで、うん、グミチョコレートで歌を歌ったりして、その関係ない関係ないの二重奏ですよ本当に。僕いや嫌です、ね、まさかの原作者を歌い出すっていう事故ですよ。いやでもなんかラモさんとかさ、ラモさん事故じゃないですか、うん、ラモさん事故だから、ね、ラモさんと大月さんの事故の僕 DVD 持ってたまに見ますから。あー、ラモさんね、ラモさんと野坂昭之さんがプラスワンでイベントやった時、はい、すごかったよ。そんなもうやばかった神回があったんですか。ところがね、2人が全然違う話をするんだよね。なんか噛み合ってね。でも野坂先生が黒の船歌を歌うってことになったの、はい、またやっぱ歌うんですか。歌うのよ。だから人は歌うんですね。やっぱり作家は歌わなきゃダメ。作家は歌うんですか。作家は歌うのよ。多分ヘミングウェイも歌ってたと思う。ヘミングウェイも歌ってボートな、ボートで乗りながらボクシングの歌とか歌ってましたか。叩け叩け叩け日本語でヘミングウェイ叩け叩け。真相ついてない？ヘミングウェイが何かっていうこと。いやいや、ね、真相ついてるかどうかっていうのも、まあ、ヘミングウェイがさ、はい、CG でさ、はい、シャドーボクシングしてるコマーシャルとか絶対話題になるよ。話題にはなるけれども物は売れないですよ。物は売れないね。ね。あ、でも、まあ、野坂さんも歌い歌ったのね。はい。たら、ラモさんが突然なんか激高して、今から野坂昭之が黒の船歌を歌うんやって言って、ええ、明かりを全て消せって言って、ロフトプラスワンプラスワンで非常灯だけになった中で、はあ、暗闇の中で野坂さんが、はい、男と女のっていう、もうなんかあのフジロックのあの小さいところで歌ってるみたいな感じ。あ、そうだね。なんかある意味ね、はい、テントみたいなところで、うん、すごかったよ。見たことある。それがどこで見れるんですか。もうあの裏ビデオみたいなもんですか。いや、それは俺生で見た。羨ましい。うん、見た見た。じゃあその暗闇の中で。うん。ああ、だからそういうのがあるからロフトプラスワンも。プラスワンも行ってないな。なんかさ、今度配信イベントとかやりましょうよ。やりましょうよ。
本屋さんがね、うん、今あの配信イベントをいろいろとやろうというふうにして、うん、あいいことだと思う今ねこういう時期なんで盛り上げようって言って、うんうん、本屋さんからいろいろと言われてるんで大月さんどうですかやります全然本当うんじゃあ僕そもそもだって本屋さんと本屋さんのイベントであったんだもんね最初にそうです僕は一番最初の紀ノ国屋でのイベントで、うん、紀ノ国屋だ、うん、大月さんそうだそうだシークレットゲストあそうだ別にでもそれで出てったからってどよめくこともなくじゃあ大月さんを覚えてると思うけど、うん、大月さんがシークレットゲストなのに、うん、大月さんのファンが僕にアジサイの花束を渡したんです、うん、そうだったねそうだったそう、うん、大月さんに渡してくださいってそれがもう本当に怖くて、うん、で大月さんがその場で調べて、うん、あのアジサイの花言葉を、うん、そしたら、うん、裏切りだったんですシークレットだからやめてよシークレットだから変な意味深な怖いよ怖いよそれを大月さんが怖い怖い怖いってずっと言ってたのが僕覚えてます怖い怖い、うん、そういうことを小説に書けばいいのかな、はい、小説ってだから書き方が分かんないから小説の書き方が分からないっていう配信を本屋さんからしましょう、うんうん、分からない小説さ読むとさ、はい例えばあの雪国とかさ、はい、雪国何がいけないかさ雪国いやもうまず雪国からさドリルみたいなって雪国とかさ読むとさ、はいはい、すごいよねなんかヘミングウェイすごいよねみたいな感じ国境の長いトンネルを抜けると雪国になってそこでなんか作家がダラダラやってて、はい、で最後宿が火事になっていきなり終わるんだよねバサッとそれを小説にしようと思ったのって思うよね話としてさでもそれがすごくだから名作として残ってるじゃないですかまあ、うん、それはなぜですか大月さん僕わからないんですでこういうのわからないって言うから怒られるんです構図家の方々にいやでもわかんないっちゃえばあでも小説が分かってしまう恐怖っていうのもあって、はい、俺あのほらディックっているじゃないはいはいはい、あのねブレードランナーとか書いた、はい、ディックのすごくややこしい小説があって難解だって言われてるんだけども、はい、でも俺がその僕がちょっと頭おかしくなってた時期があってねメンヘラな時期がメンタルやられちゃっての時期にでオカルトのことばっかり調べてた時期、はい、全部そのディックの小説が分かっちゃったの、はい、うんリックとはあの波動があっちゃったんですか波動があったっていうかうんそういうことだと思うそう思っちゃったのうんでそれはなんだっけなうん何とかって小説なんだけど、はい、それよりもっと難解だっていう小説はちょっと分かんなかったのね、はあ、でその時にあ俺まだリックとシンクロしてないから俺は大丈夫だって思ったんだよねリックまでは言ってないだから小説が分かっちゃうっていうのはイコール、はい、ちょっともうアレなやつだと思うのよねああ理解しちゃうっていうのはそうですかだから小説が分かってる偉い人っていうのは分かっちゃってるからもうやめようかやめようだからこれ生なんだよ ね、 本当だね何を書こうかなどうやって書けばいいんですかねなんかまあでも大月さんがそれ書かないことが健康第一のことなんだよっていうのは本当に分かっててそれぐらいエネルギーを使うことじゃないですか、うんですね、だからでも今の状態だと僕は書かざるを得ないから、うん、そうしたらできる限りこう命を削ら最低限しか削らないように、うんどうにかしてうまくやりたいんですよそれをね探りたいんですよで僕はその道に大月さんももう一回引きずり込みたいんですよもう一回書いてほしいいやあれでも辛かったもんでもだから去年書きそうだったんでしょうんいや書けなかったのあのさ書けなかった去年さ、うん、仙台上空にさ謎の飛行物体が飛んだじゃない大、はい、月さんえうなずけないっすよいや俺あれを見てえ飛びました？小説書こうと思ったのよこれ書かなきゃいけないと思ったのよ思ったのよ治ってないじゃないですかいろいろ治ってないんだよ今ディックのやつ読んでくださいよ分かっちゃうよすぐ分かっちゃうよ分かっちゃうよやばいよじゃあ読まないで
本当だね、うん、でも今フェアでさいっぱい真相がデック出てっからさ読んじゃうかと。じゃあそのその謎の飛行物体を、うん、が出たっていうニュースを見て、うん、あ小説を書く時が来た、うん、思ったの。それとコロナね、はい、ステイホームの時に白い謎の球体が仙台上空を、うん、みんな見たのよ、みんな見たのよ。いやもう信じますよ。みんな見たのね。大月さん信じてますよ。写真送ろうか。いや大月さんが言ってることは信用してます。それを見た時に、ついに、はい、ついにこれは何かがあるぞとついに俺がペンを持つ日が来たぞとこのあこれだったんだ、うん、みたいな。このステイホームとあの、はい、仙台の謎の上空の白い物体の因果関係を、うん、点が繋がった、うん、全て点と線ですよ、はい、松本清張的にねもう全て、はい、もう読み解いて あの暴いてやるぞっていう気持ちになったのね。で、はい、それで、はい、萌柄さんの本を、はい、横に置いて横に置いてこれをパクりながら書くぞって、うんうん、そう思ったのよ。そしたらねダメだったんだよね。 なんでダメだったんですか。あの飛行物体が消えちゃったんですか。うん、やっぱりね、はい、あの頃ちょっと僕そうやっぱメンタルがおかしかった。やっぱりですよ。いや元戻ってんじゃんやっぱり。そうだね、そうだね、じゃダメだけど何がそんなやつにさ楽しいことしかないとか歌われたくないよねお前がまず楽しくなれよっていう。はい、ラモさんもね、うん、あのみんなを勇気づけていたんで。そうだね、だから大月さんもそうやって楽しいことしかないっていう。そうだよね。いやでも、はい、今の大月さんのその感じで小説書いてほしいな、はい、なんかなんかここ2年ぐらいのことを1年半ぐらいのことを書いてみたい気がするんだよね。私小説じゃないですけど、はい、グミチョコって多分私小説っていう名のもとのガチ小説じゃないですか。あれそうですよ。そうです。でリンダリンダラバーソルダって実は小説です。あれね、うん、僕だからそれを聞いて、あの愕然としたんですけど。そうそう、あの結構あの、うんうん、で言われる。それがだから、うん、で僕もだからそれを大月さんのそれがを受けて、うん、僕もだからどこまで本当ですかとかいろいろ言われるんですけど。言われますね、宿命で。はい、うん、でも小説なんですよあれ。うん、わかります。で設定として、うん、そのテレビのところで働いてるとか入れることによって、うんうん、その導入としてみんなが入りやすいかなっていうのもあってそういう風にしてるんですけど、小説なんですよ、うん、で大月さんにもう一回ああいう私小説的な小説を書いてもらいたいなっていう。今の50の迎えた大月さんの、うん、あのリンダリンダラバーソウル後の大月さんの、うん、いやそれよね、うん、うーんそれよね、うん、なんか書きたい気持ちはあります。ただ本当に今ね連続してバンドをやってどんどん詩を書もうなんかすごい数書いてるので、はい、なんか詩になっちゃう。詩になっちゃう。歌にさもうさ音楽が乗るじゃない、はい、そうするとなんか村上春樹先生がおっしゃってたんだけど、はい、誰まあ多少ね芸能とかなんだとかなんかそういうことやってるやつは、うん、まあ小説の一つや二つは書ける。だが、はい、彼らはやがてその効率の悪さに気がついてやめていくのだっていうことをね、あの、うん、あの、あるエッセイに書いておられるんですよ、ね、なるほど。いや僕もまさにそれよ。あ小説って効率あんま良くないでしょ。これ小説家の前で言うけどさいや大月さんもそうですよ。東京スピークイージー。バンドもそうだもんな。番組の感想はハッシュタグスピークイージーで。桃太郎はあまりの暑さに耐えられず、暑い桃を飛び出し川を泳いで行ってしまいました。人魚姫はゴミが邪魔でとうとう地上に上がることができませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。 NHK 民放連共同ラジオキャンペーン、ラジオの証言、災害を語り継ぐ。全国のラジオ局が一体となり語り継がれるべき被災者のインタビューなどを掲載した災害特設サイトが開設されています。詳しくはラジオの証言で検索。マイメロディーです。東京 FM 月曜から木
曜の夜7時48分からマイメロセラピーをお届けしています。悩んでいることや今思っていることをホームページから教えてね。メロディーが元気を届けるよ。元 AKB48 の太田奈央です。3つのラジオドラマを通して人と人のコミュニケーションについて一緒に考えてみませんか。東京 FM サンデースペシャルディスタンス、太田奈央の私が考えたこと、9月5日日曜日夜7時から聞いてください。なあ紛らわしい、なんじゃ古代エビでタイを釣るって言うじゃん。うん、じゃあタイなら何が釣れると思う。なんじゃ。地球丸ごと。はあ、正確には地球にいる全ての生き物かな。はあ、ま、俺みたいに世界一イケてるタイならの話だけどさ。大げさな。広告の大げさダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索ください。わあ、すごいのが流れてる。僕ね、大月さんの、はい、天使たちのシーンの、うん、あのカバー、はい、今でも聴いてます。いやー、もう俺も全然聴けないっていうか、僕だってあのよくて、うん、大月さんにメールしましたよね、うん、あ、うん、ありがとう、うん、もう、うん、なんかね、僕の周りの人も好きでね、うん、小沢健二さんの天使たちのシーンもちろん大好きなんですけど、大月さんのこの天使たちのシーンって、うん、ちょっと語りみたいなところが、あのね、この頃にまさにディックが分かっちゃった頃なの、これ。じゃあちょっとこれ、ディックが分かっちゃった人が歌ってるわけ。あ、じゃあちょっと来ちゃってる。だから怖いんだよ、本当は。あら、そうですか。あ、でもそれで僕言っちゃったら今シンクロしてるっていうか分かってるってことは、僕も今ディックと、だからディックの難解な小説が全部分かってしまった人が歌ってる曲が、天使たちのシーン、うん、そんな人が歌ってる天使たちのシーンでちょっと凄みがありますね。すごいね。僕でも僕の夢はいつかね、はい、シアトル・パーがさ、はあ、夏フェスに出た時にさ、うん、それで今夜はブギーバックやると、はい、それでサプライズゲストかって言って大田健ならぬ王権が出てくるっていうのは、王権です、うん、そう、それで対してどよめきもしないでも花束はもらう、花束はもらう、裏切る、裏切りっていう花言葉は裏切りっていうそれをやりたいんだ。誰かだからちょっとスチャダラさんに繋いでくれないかと。いい迷惑だ。いやでも本当にでもこれ好きなんだよな。そう、僕ね、うん、ドラゴンボール読みますよ、ここから、うん、じゃあ僕スラムダンク読みます。うん、ああいうの、うん、でもああいう大名作ってもいつも常に何かに流れてたりするもんね。あ、そう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 、見た気になっちゃったりするんです。だからそうそう、見た気になっちゃうんですよね。うん、うん、あと言えなくなっちゃうんだけど。そうだね。でも僕たちはみんな大人になれなかったは見ますよ。本当に来てくださいね、うん、スマホで、うん、うん、あと本屋さんでじゃあやります、やりましょう、配信、配信。その時俺また歌い出していい。僕ね、だからね、俺大月さんの弾き語りにも行きたいの、お客さんとしてですよ。あ、行きたいというふうにずっと思っているんで、うん、そこで弾き語り、今ね配信が中心だから、はあ、だから狭い発行でやってるので、はい、でそれに見に来ると、はいはい、本当に萌柄さんと俺の差し弾き語りになるよ。 あ、なるほど、直で歌われるよ。直で歌ディックが分かっちゃうよ。ディックがフィリピ系ディックが分かっちゃうよ。ああ、そうか、トータルリコールしちゃうよ。あ、トータルやばいよ。うん、あ、でもちょっといき、なんかね、その配信の時とかに、まあ、歌っていただいたら最高ですけど、普通にね、配信しましょうよ。あ、やりましょう。なんか本屋さんのね、今盛り上げるためにもできることとかやりたいんで、
なんか僕こういうとこでしかあんま人とこうおしゃべりできないタイプなので50過ぎて大月さん、うん、僕もなんです。あ、だからさ共通の友人とかさ、はい、こうなんか紹介した友人とかこう、はい、はい、なんか、はい、ね、絢爛になってもいいし、そうですね、うん、そうしましょう、うん、ね、ぜひそういう風に出てできるのが面白かった。そうしましょう、やりましょう。人の話の娘の風には真実がある。なんか前向き前向き、よかったです。東京スピークイージー、来週月曜日のお客様は斉藤匠さんとうぴこさんです。ごちそうさま。じゃあまた。東京スピークイージー、国村純でした。スタジオジブリの鈴木敏夫です。ジブリ汗まみれ、まあ、宮崎駿のそばにいたでしょう。やっぱりもののけは本当に驚いたんですよね。やっぱり今出来上がってるラッシュ見るとゾクゾクしますよね。鈴木敏夫のジブリ汗まみれは日曜夜11時から放送です。ソナーボケットのボーカル、そしてランナーのアイロンです。オーディで配信中のジョグリスランナーズボイスはオリンピアン、プロランナーからマラソン愛するアーティスト、アイドルまで毎回スペシャルなゲストをお迎えしてお届けする唯一無二のランニング番組。最新回は毎週木曜日夕方5時に配信。目指せパーソナルベスト。ネットで検索するならヨドバシカメラ、圧倒的な品揃えと安さ、スピード配達、配送料無料のヨドバシ .com が2時をお知らせします。